皆さんごきげんよう、土井講習です。今日は久しぶりに個室の王様高野切第一首を書きますよ。平安時代の美の世界にタイムスリップしましょうね。それではイントロスタートです。書き始める前にまずは高野切第一首について少し復習をしておきましょう。高野切は古今和歌集の現存する最古のテキストとして日本文学の分野でも最も重要な資料であるとともに、その書は11世紀の平安時代の仮名書道の典型を現代に伝えるものとしても重要な作品とされています。高野切には第一首、第二首、第3首とそれぞれ書風の違った3種類があります。この違いについては以前に動画を作ったことがありますので、そちらをご覧くださいね。今日書いていく第1首の筆者は古来紀貫之だと伝えられていますが、実際はそれよりも100年くらい後に書かれたものだと見られています。格調高く癖のない書風であるため、仮名書道を勉強していく際最初に手にするお手本の一つとしても有名です。高野切第一首の牧野一冒頭部分は東京の後藤美術館に所蔵されています。その他にももともと巻物だったものが切断されて三井記念美術館や埼玉県にある遠山記念館、長野県にある三立服部美術館などに所蔵されています。つまり切断された断簡は豪商や特殊家などの手に渡り、現在それぞれが日本各地の美術館に収蔵されています。今日はその中でも東京有楽町にある出光美術館に収蔵されている牧野一46から49番下の1枚を臨書していきますよ。この部分はとても有名な部分ですので、ご存知の方も多いと思います。高野切はとても有名な個室なので、書道の手本として様々な会社からその写真版が販売されていますが、全国に散らばっている実物を美術館に実際に見に行ったことがある方はどのくらいいらっしゃいますか？ちょうど今年の4月の23日から6月の5日にかけて、出光美術館では国宝手鏡見ぬよの友と個室の美という企画展が開催されていました。私はこの展覧会を見に行ったのですが、第1室に今回臨書する高野切第1首の実物が展示されており、周囲に展示されている個室たちももちろん素晴らしかったのですが、それにも増して強い存在感を感じました。出光美術館に来るたびに思うのですが、実物は売られている写真版とは全然雰囲気が違うんですよ。まずは墨の濃い部分と薄い部分のグラデーションが実物の方がとても強く感じます。黒の部分は写真でしか見たことがない方には想像できないぐらい黒です。はっきりとこちらに迫ってくるような色なんですね。およそ1000年前に書かれたとは思えないくらいまだ黒々しいのです。一方で墨の薄い部分は写真版よりももっと紙に溶け込んでいってしまうように感じるほど主張がなく、穏やかな雰囲気です。そのため本物は白と黒のバーコードのようにしましま模様に見えるんです。今日の臨書ではこの実物から得た印象を臨書に込めながら、写真版より実物に近い形で臨書していこうと思います。
かがでしたか？皆さんがお持ちの写真版よりも黒のところが前に出てくるように感じられるのではないでしょうか。個室の写真版を使って臨書の学習をしている皆さん、ぜひ一度でいいので臨書されている個室の実物を見に行ってみてください。おそらく本物と写真版の違いに驚かれることと思います。およそ1000年前に書かれたのにこんなに鮮やかなんだとか、あれなんだか大きさが違うなと思われることもあるかと思います。今日私が書いた臨書も一般に販売されている写真版と本物の寸法が違うため、実物の大きさに合わせて大きさを修正した手本を使って書きました。その他にも実物を見ないとわからないことがたくさんあります。百聞は一見にしかずと言いますが、100枚練習するよりも一度本物を見た方が大いに勉強になったなということもあるのではないでしょうか。ぜひ皆さんも自分が取り組まれている個室の実物を見に行ってみてくださいね。書道の先生土井講習のチャンネルでは、書道の探究をテーマにいろいろな角度から書道の動画をアップしています。チャンネル登録していただけると今までの動画もスムーズに見ることができますので、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。